本日は初のオンライン開催となる第1回 Bitrise ユーザーグループスにご参加いただき誠にありがとうございます。私は進行を務めさせていただきますオーワンと申します。今夜はどうぞよろしくお願いします。まずトークに入る前に簡単にクリックミーティングの使い方についてご説明させていただきます。ご来場の参加者の皆様のマイクとカメラは常にオフに設定されており、ホストとスピーカーのみオンにすることができます。チャット機能は皆様によって使用できるようになっており、種類は2種類あります。タイプ欄の上にある吹き出しマークを選択して、コメントしていただくと参加者全員にコメントが表示されます。スピーカーへのご質問はクエスチョンマークを選択してコメントをお願いします。トーク後前に Q&A セッションを設けますので、トーク中またはトーク後にご利用ください。では、本日の4名のスピーカーの皆様、本日どうぞよろしくお願いします。まず、1人目は、株式会社Hakaliの CTO でいらっしゃいます、池内隆弘さんによるBitriseでFlutterアプリケーションの CI を構築する際の勘どころです。よろしくお願いします。はい。では、皆様声と映像は届いておりますでしょうか。僕の方から最初のトップバッターですね、務めさせていただければと思っております。よろしくお願いいたします。では、早速ですね、本日ですね、BitriseでFlutterアプリの CI を構築する際の勘どころということで、お話をいたします。ごく簡単に自己紹介は、改めまして池内と申します。株式会社Hakaliという会社で、CTO をしております。で、ちょっとこのあたりの後の事例紹介といいますか、実例の、AwareFy というですね、スマートアプリケーションを、展開をする事業部の、開発及び事業責任者をしております。ソフトウェアエンジニアとしては、書籍の執筆などもやらせていただいては、おります。好きなビットライズステップなんかを書いておりますが、このあたりは、はい、ご覧いただければ十分かなと思います。はい。で、今回ですね、発表する目的と概要なんですけれども、ざっくり申しますと、フラッター×Bitriseっていうものを、実際にやってみたということで、知見を共有するという目的がございます。で、話す概要としてはですね、フラッターでBitriseで当然 CI を構築するということになろうかと思うんですけれども、その上でのポイントとかですね、ナレッジを、ビルドっていう観点を中心にしてですね、トピックごとにいくつかご紹介させていただければなというふうに、思っております。はい。これですね、あくまで、事例の紹介という意味なんですけれども、セルフケアですね、メンタルセルフケアの観点で、スマートフォンアプリを、今月ですね、ちょうど今月、AwareFy というものを、リリースをしております。で、AwareFy はですね、今回のテーマの一つでもあるですね、Flutter を採用してですね、実装をしておりまして、すでに、Android と iOS の両プラットフォーム向けのリリース自体は、完了をして、おります。で、今回特にもちろん機能の話はそんなにはしないんですけれども、いくつか特徴的な機能として、チャットボットで、最近、チャットボットですと、ボットの構築のサービスというのもいくつかはあると思うんですけれども、独自で実装しているということですとか、アプリの中で、データの見える化ですね、可視化チャートを表示する機能があるんですけれども、そこに関してはですね、プラットフォームビュー、フラッターで実装された方は、お分かりかと思うんですけれども、プラットフォームビューというのが、フラッターから各プラットフォームですね、iOS、Android の、ネイティブ側の実装のスクリーンというかビューをですね、呼び出すという機能が備わっていて、フラッター自体のですね、チャットの描画機能の、パッケージないし機能というものがあまりリッチではなかったので、ネイティブのコードを呼び出しているというふうな実装をしております。あとは、オーディオですね、の配信機能というものがあって、こちらに関してはフラッターのパッケージを利用しているということを採用しております。で、AwareFy のアプリの技術スタック的にはですね、今申し上げた、フラッターですね、ダートとフラッターで、中心的には実装しているんですけれども、今、申し上げたプラットフォームビューを作る、実装する関係で、SwiftとKotlinのコードを、一部ですけれども、実装しています。で、バックエンドはですね、Firebase を含む GCP を採用していてですね、Dart 以外の言語としては、Go と一部タイプスクリプトと Python をクラウドファンクションですね、サーバーレスの構成で実装していて、CI の構築として Bitrise を採用しているというような技術スタックでございます。で、視聴されている方の中でですね、フラット採用されている方とされてない方といらっしゃると思うんですけれども、個人的な見解としてはですね、フラットは非常に良いなというふうに思っていて、デベロッパーエクスペリエンスという意味での DX が、非常に良いというふうに感じています。良い点はですね、Dart という言語自体も慣れれば非常に良いなということとですね、パッケージ管理システムであったりとか、よく言われるのはホットリロードの対応ですとか、といった観点で開発の効率すごくいいのかなというふうには思っています。当然、あとは両プラットフォームに対応しているという点もすごく良いかなと思っています。で、フラッターでですね、よく言われるのが、ネイティブコード書く必要があるのかないのかっていうことなんですけれども、僕らの事例だと結局書くことになっちゃいましたというものなんですけれども、これはもう本当に、機能によるのかなと思っていて、ネイティブ側の機能であったり、ネイティブ側のビューとかライブラリーとかを使わなければ、フラッターというか、Dart ですね、のコードの中だけで完結するということも十分できるかなというふうに思ってで、今回のメインでありますですね。ビルドとリリースはこれも当然なんですけど、各プラットフォームの機構に最後のところは依存ですね。具体的にはもう最後というと、ストアへのリリースとかっていうのはもう仕様が全然異なるものなので、ある種二重に学習と設定をする必要があるのは、両プラットフォーム対応することの定めかなというふうには考えています。で、今回ですね、Bitrise でフラッター向けの CI を構築するにあたっての勘どころをご紹介するということを具体的にですね、お話を進めていければと思っています。で、ビルドに関してですね、もうこのあたりは使っている方に関しては当たり前かなと思うんですけれども、ごく簡単でポチポチと進めていれば、構築自体はもう比較的簡単にできてしまいますということで、ちょっとこのあたりは割愛をするとしてですね、ビルドに関する統計というかですね、情報として、アプリ自体を昨年の秋口ぐらいから開発をしていて、ですね、総ビルド回数が600回ぐらい。これがちょっと多いのか少ないのかはあんまり分かっていません。で、Bitriseプランによって、ビルドマシンの性能が異なるという仕様の違いがございますが、スタンダードの機能で、50分ぐらいかかっていて、で、エリートのマシンを使うと、半分弱ぐらいですかね、というぐらいの実行時間がかかっているというのが、状況でございます。で、50分何してるのっていう話なんですけれども、主に多いものの、ステップごとにちょっと内訳を分けてみたんですけれども、上位2つですね、圧倒的に、フラッターのビルド、これが、iOS と Android の両プラットフォームですね、の、ビルドの時間が、30分弱ぐらいかかっていて、で、Xcode のアーカイブですね。が、次いで、15分ぐらいと。で、あとは、細かく数分ぐらいかかっていると。で、もちろん、それ以外のタスクというのがあるんですけれども、それ以外は、1分未満ということで、ここでは割愛をしています。で、トータルで、ビルド時間も、回によって、数分の際はあるんですけれども、50分前後ぐらい、スタンダードのマシンだとかかっています。で、特にですね、一番時間のかかっているビルドと周りですね、に関しては、Android、もし単体に限定をして注目をすると、5分前後ですね。で、iOS に単体に注目してみると、フラッターのビルドコマンドとしては15分前後で、プラスその後の Xcode のアーカイブですね、を作成するところが、これも15分前後ということで、かかっていて、この両者は単純に比較すると、3倍ぐらい iOS で時間がかかっているということがわかるかなと思います。そしてですね、今のお話がスタンダードマシンのものなんですけれども、スペックが、ざっくり言うと倍ぐらいですかね、メモリが倍相当の、エリートマシンのプランをBitrise上で利用すると、おおむね、2倍弱ぐらいですね。ここでは 1.8 倍というふうにしてみますけれども、フラッターのビルド、これが同様に、両プラットフォームですね、のものが、15分ぐらい、30分弱かかっていたものが15分前後で終わるようになるのと、Xcode のアーカイブが15分程度かかっていたものが、7分前後ぐらいですかね、になったりですとか、あとその他の細かいものも、高速化されるということで、全体で30分ぐらいですかね、ということに、縮まるという、パフォーマンス上というか、ビルドの実行時間の違いが、ございました。で、エリートのマシンの利用にはですね、チームスプランの利用が必要で、かつその中でコンカレンシーで、並列実行が、3つ契約する必要があるということが、留意点というか、仕様かなと思いますが、Bitriseのプライシングに関しては、ウェブをご参照いただければというふうに思います。で、さて次のトピックがですね、ビルドに関連して、並列化編ということで、ビルドに時間がかかっているということが、一つ言えると思うんですけれども、ビルドをですね、プラットフォームごとに並列で実行すれば、良いのではなかろうかということで、今回そのトピックでお話をいたします。Bitrise にはですね、Bitrise Start Build というステップがございまして、これがですね、Bitrise の一つのワークフローですね、の中から別のワークフローを呼び出すという機能があります。で、それを用いて、複数ですね、のワークフローを一つのワークフローから呼び出して、その次のですね、Bitrise は Wait for Build というのが呼び出したワークフローを待ってですね、次のステップに進むなり、終了するなりということができますので、この2つを組み合わせるとですね、ざっくりこのような形で、ビルドの並行ができます。これがちょっとかなり概略版ではあるんですけれども、ざっくり言うとですね、Flutter の下準備というか、構築の準備をして、テストが完了した時点でですね、iOS 用のビルドのワークフローを、個別で用意したものですね、iOS だけをビルドしてデプロイするものを呼び出すということを行います。で、本線というかメインのレーンの方はですね、そのままFlutter の Android 向けですね、のビルド及びデプロイを進めていってですね。最後で、待ち合わせをしてですね。この時に例えば Slack への完了通知とか、クロージングの処理というものを行って、全体のワークフローを完了するというようなことを、するというのが、実際にやってみたものですね、になります。でですね、これが、結論から申しますとですね、劇的に全体のタイムを縮めるには、至らなかったという、結果ではあるんですけれども、先ほど書いたようにですね、Android 版の方が基本的に短いので、どうしても長い方に並列処理といっても引っ張られるので、で最終的には全体の完了を待つことにはなりますので、当然長い方に引っ張られるので、ちょうどAndroid のビルドを待ってる時間分短縮されたっていうぐらいの、そうだよねっていうことだと思うんですけれども、結果にはなりました。で、ここでちょっともしもっと上手いやり方とかがあれば、ぜひ僕も知りたいなと思っているところなんですけれども、まとめるとですね、ワークフローの並列化で部分的には効率化ができますと。で、今申し上げた通り、トータルですごく早くなるか、例えば半分になるかっていうと、なかなかそういうことにもならないのかなと思っていて、で、一つの要因はですね、ちょっとここの図では簡略化しちゃってるんですけど、フラッタービルドするのに、フラッターのインストールとかを各ワークフローで結局、行わないといけないので、ある種、オーバーヘッドというか、二重に処理をしちゃっている部分もあるので、もう本当にシンプルに、あとはタスクというかステップの立ち上げにかかる時間とかですね、があるので、すごくごくごくシンプルに割り算というか引き算にはならないんですけれども、とはいえですね、これを見ていると、Android を、iOS のビルドと並行して、実行していて、5分前後ぐらいで、完了したものを、リリースするということをもし望むのであれば、それが iOS のビルドを待たずに実行できている状態にはなるので、先に Android だけリリースしたいとか検証したいっていうような観点では非常に有効なんじゃないかなというふうに考えています。で、一応補足なんですけど、フラッターの iOS ビルドイコール、遅いっていうことを、言いたいというか、ことではなくて、結構依存パッケージ、具体的にはちょっと Firebase 周りとか、Firestore 周りのパッケージを入れると、途端にビルドが遅くなるとかですね。あとは、フラッター自体の、設定とかですね、ここはポッツ関連のオプション指定とかで、部分的に拘束できるみたいなことは結構 GitHub のイシューとかでも議論されてたり、ナレッジが出てたりもするので、そこだけは、ご承知おきくださいというのと、今後、どんどん早くなっていくんじゃないかなという期待もございます。さて、ビルドの話ができたところでですね、その他のトピックもお話しできればと思うんですが、ちょっともう、事前に名前出ちゃってるんですけど、配信ですね、ビルドしたアプリを端末でテストしたいとき、あるいはストアに配布したいときというトピックをちょっと簡単にお話しさせていただければと思っています。まず、検証端末用ですね、に関しては、もし Firebase を利用しているのであれば、Firebase App Distributor というものが手軽ではないかなというふうに思います。で、そことインテグレートする機能が Bitrise のステップにですね、備わっているので、これを利用するのが手軽ではないかなというふうに思います。で、これが両プラットフォーム、Android、iOS 両方ともいけます。iOS 版の方は少し追加で設定が必要な部分もありますが、一度設定さえできれば、CI の中で完結して、検証端末に配布をするということも行える状態になります。次にですね、Bitrise から、ストアですね、に配信をするというトピックですね。で、まず、Android 版 Google Play Store へのリリースに関しては、この、バンドルとか、バンドルじゃないですね。ごめんなさい。設定されている、用意されているステップ、Deploy to Google Play というものがありますので、それを利用すると、Play コンソールまで、デプロイですね、リリースが完了してですね、こちらに関しては、ストアの申請まで完結して、行うことができますので、よく、いろんなブランチ運用されている開発チーム多いと思うんですけれども、僕らの場合だと、Git フローですね、典型的なワークフローの一つ Git フローで、デベロップブランチにマージされたものを検証環境に配布をして、マスターにマージされたものをストアに申請をするというようなワークフローを切って運用しています。で、もう一つですね、iOS 側の App Store へのリリースに関しては、2つですね、用意されているステップがあります。で、1つがですね、ちょっとお名前が同じで Deploy to iTunes Connect っていう名前で、用意されているものが Bitrise 上にあるんですが、1つが、いわゆるアプリケーションローダーですかね、の仕組みを利用して、アップをするもので、この中身がアプリケーションローダーの CLI ツールを自己ログを見ると使っているように見えました。で、これの役割としては、バイナリーをプレイストア、アップストアですね、にアップするところまでが行えるという責務になったステップですね。で、もう一つの Deploy to iTunes Connect の方がですね、これが中身がファストレーンですね。で、今日、ファストレーンの解説とかは特にしないのと、僕自身が特にここに詳しいわけでは全然ないんですけれども、こっちの場合だと、ストアでアプリを、新しいバージョンをですね、リリースするための、バージョンの作成とか、メタデータとかスクリーンショットの更新も、できて、あとは、申請も一応、できることにはなってますね。ちょっと僕、最後の、この申請まで完全に自動化した、やったことがないので、オプションがそうなってるっていうだけ、なんですけれども、できるように今なってるようですね。ということが、あります。ので、ちょっとここまでの、まとめとしては、検証環境であれば、Firebase の仕組みを使ってやるのが良いのではないかなというのが一つですね。で、実際の、本リリースですね、をするのであれば、あらかじめ用意されているステップがありますので、これを両方とも設定をすると。で、その時に、Bitrise で両方、Flutter で両方するときであれば、もし例えば、片方失敗したとしても、片方が並列で動いちゃってても問題ないようであれば、こういうふうに、プロセスじゃない、ワークフローですね、を分けて、各プラットフォームごとに申請をするというワークフローを組むのがいいんじゃないかなということが、一つ申し上げられることかなというふうに思っています。で、あとは、Bitrise 用というか、Flutter 用の、チップスというか、お話なんですけれども、Flutter の検証とか、プロダクションとかですね、の環境切り替えに関しては、Flutter ではフレーバーという仕組みを利用して、Android、iOS ともに、対象の環境を切り替えるという仕組みが、標準で、備わってはいますので、これを利用して、Bitrise 上とあえてこの話をインテグレートするのであれば、Flutter ビルドですね、の、ステップの中で、ビルドのオプションのパラメータ引数ですね、を与えることができますので、これで、例えば APK を作るときとか、APP バンドルを作るときっていうようなことを分けたりとか、リリースに関する、ステージング、ですとかプロダクションのオプションをつけるということで、切り替えが可能ですので、これでステージング用と本番用でワークフローを分けるなり、あるいは環境変数等で切り替えるということが可能です。ここは Android の例でしたけれども、iOS でも同様のことはできます。ただ、Xcode に関しては、慣れてる方はご存知かもしれないんですが、結構ちょっと大変というか、いろいろやることがあって、Bitrise、以前に、Xcode 上で、フレーバーで、プロファイル切り替えるですとか、そういったことが設定としては、必要にはなってはきますが、その準備ができれば、Bitrise 上で、アプリのですね、リリースまで、完結して行うことができましたという部分の共有でございました。で、さてお話としては20分弱ぐらいですかね。経ちましたので、スライドも最後です。で、今日ですね、AwareFy として、授業でですね、Flutter 採用して、あと Bitrise を採用して、アプリのリリースをしましたというお話をさせていただいて、あとはビルド時間ですとか関連して、ビルドの並列化のお話をさせていただいて、あとはBitrise からアプリの配信をすることも、実際ですね、ワークフローとして日々回っていて、数日に1回のペースで、弊社でもリリースをしておりますということで、Bitrise 活用させていただいているというお話をさせていただきました。はい。ということで、ちょっとすみません。コメントを終えていなかったんですけれども、一応そのお話としては以上で、ございます。はい。ありがとうございました、池内さん。何か質問あれば、質問の投稿欄にコメントしていただければお願いします。大丈夫ですかね。大丈夫そうですかね。うん、はい、ありがとうございます。続きまして、馬場聡さんによります、こちらも LT 枠でご参加していただいております。DIP 株式会社の馬場聡さんで、Flutter も CI/CD できる Bitrise ならばねをお送りします。では、馬場さんお願いします。はい、お願いします。よいしょ。はい、見えてますかね。よいしょ。はい、では、こちらのテーマで発表させていただきます。ちょっと池内さんとテーマが被ってしまい、ちょっと内容を潰されるんじゃないかって心配はしてたんですけれども、そんなに被ってなかったのでよかったです。始めていきます。はい。最初にちょっとだけ自己紹介させていただきますと、DIP 株式会社で iOS エンジニアとして仕事しております、馬場と申します。バイトルとかバイトルネクストのモバイルアプリの開発をしておりまして、開発基盤作ってみたりとか、開発メンバーのサポートしたりしています。早速ですけれども、皆さん Flutter で CI/CD どうやってやるかっていう、分かってる人っていますかね。最近ちょっと私が Flutter 勉強し始めたところなんですけれども、あまりこの辺、詳しくなかったので、ちょっと興味が出て調べてみたんですけれども、ネットを見てみると、情報いくつか散見はされたんですけれども、基本的に何かお金がかかって諦めているとか、めんどくさいことを結構たくさんありましたとかっていうのがありました。で、そもそもなんですけど、1年くらい前の記事も多くて、Flutterってそもそも進化早いし、ちょっと太古の記事なんじゃないかなと思って、すごい辛い思いをしました。もっと簡単にやりたいなって、皆さんもそう思うと思うんですよ。で、そしたら、Flutterも簡単に CI/CD ができるっていう方法を見つけたんですよ。そう、Bitrise ならっていうところで始まるんですけれども、はい、Bitrise は Flutter を公式にサポートしておりまして、2019年1月23日に正式にサポートしました。それよりも前にもインテグレーションがサードパーティーで配布されてたりはしてたんですけれども、Bitrise から公式にできたっていうのがすごいなというふうに思ってます。で、しかも、他のところでは有料なんですけれども、一部制限っていうのはあるんですけれども、基本的に無料で使用ができて、しかもワークフローの修正は全くいらないっていうところで、かなりの魅力を感じました。で、この下の Getting Started with Flutter APPs ってところに結構詳細が書いてあるので、詳しいやり方とかはこちらを参照いただけるといいかなと思います。ということで、実際にやってみました。はい、これが、まず Bitrise のダッシュボードですね。まず最初、アプリの追加から開始するんですけれども、このダッシュボードの Add New APP っていうところを押してもらってですね、その後に WebUI っていうのと CLI っていうのがあるので、WebUI の方を選択します。CLI の方だと、文字通りCLI でできるらしいんですけれども、ちょっと僕、使ったことがなくて、もし知ってる人がいたら、この後教えていただけると助かります。で、この WebUI ボタンを押しますと、こんな感じの、このリポジトリなどの設定の画面が出てくるので、この辺はポチポチ進んでいく感じになります。だいたいリポジトリの設定と試しにビルドするとか、ブランチの設定ぐらいなので、そんなに大したことはないです。先ほど池内さんの方も、だいたい大丈夫でしょうって感じで進められてたと思うんですけれども、僕としても同じようなニュアンスです。で、この辺、最後まで終わると、こんな感じにアプリが登録されます。で、このままだとですね、iOS の署名設定ら辺で失敗してしまうので、iOS 用の、証明書とプロビジョニングプロファイルっていうのを登録していきます。で、こちらワークフローの画面から、遷移した先にあるコードサイニングっていうところから、各種上げることができるので、こちらでアップロードします。で、ここまで来たら準備は全部終わっていますので、このままビルドを開始します。アプリの初期画面に戻って、スタートスケジュールビルドボタンを押して、その後に出てくるモーダルですね。ここで、画面に出てるようにブランチっていうところと、ワークフローってところを設定する必要があります。メッセージは分かりやすいものが入っていれば何でもいいので、別になくても大丈夫です。で、僕の場合は別に何も、ほぼ初期設定って感じなので、ブランチもマスターで、ワークフローもデプロイっていうのをやります。デプロイにしてる理由は、今回 APK と IPA ちょっと出してみたかったので、やってます。で、ビルドを実行しますと、こうやって画面が切り替わりまして、進捗が見れるようになります。で、作ったばかりのプロジェクトなので、だいたい10分ぐらい、というか10分もかからずって感じですね。で、いけます。で、無料枠、Bitriseの無料枠が10分なんですけれども、もちろん無料枠で足りるぐらいの時間になってます。で、成功するとこんな感じになります。で、今回8分21秒かかってますけれども、十分大丈夫そうですね。で、たまに失敗するんですけれども、失敗すると、このサクセスって緑で出てると思うんですけど、これがフィールドってなって赤くなって結構わかりやすくなってます。で、下の方にログも出てるので、こちらの方で確認すると、もう本当に、コマンド、ターミナルからやるのとほぼ同じログが出てるので、だいたい解決します。たまに詳細なログがデフォルトで出ないこともあるんですけれども、こちらワークフローで少し設定を変更すると出るものが多いです。で、先ほど APK と IPA の話をしたんですけれども、これ隣の APPs アーティファクツっていうところを押すと、成果物全部見れるようになってます。ちょっと画面見切れてしまっているんですけれども、APK もちゃんと下の方に出ています。で、ここまでやったらもう本当にほぼ完成です。今回、デフォルトで回してやることがなくて、もしFirebase で配信とかなったら、この後ワークフローとかを設定することになります。で、ここからはつまずきポイントになるんですけれども、まず1つ目なんですけれども、デフォルトのワークフロー名がちょっと分かりづらいかなって個人的に思ってます。デプロイっていうのとプライマリーっていうのがデフォルトであるんですけれども、正直プライマリーってなんやねんって感じで、しかも中身もですね、6割ぐらい一緒なので、ちょっと分割して共通化とかしてくれないかなというふうにちょっと思ってます。この辺ちょっとBitriseさんお願いできるととても助かります。で、2つ目、ちょっとよくわかんないんですけど、不安定な時がちょっとあったりします。で、弊社エリートマシン使っているので、かなりビルドの速度速くなっているはずなんですけれども、それでも90分の時間制限を過ぎて、強制停止することがあってちょっとビビりました。で、これ、ちょっとログ見てみると、フラッタービルドでパッて停止してるんですけれども、これ90分の時間制限が来ると強制的にセッションが切れちゃって、これ以上のログが追えないので、本当に全くわからなかったです。で、手元でビルドしてみたら261秒で終わってるんで、本当に謎です。で、結局、もうわけわからなかったんで、もう一回ビルドしてみたら普通に直って、また260秒ぐらいで、260秒じゃないか、8分ぐらいでビルドが完了しました。本当にどうなってるかわからないので、ちょっとBitriseさん何とかしてくださいって気持ちです。で、最後にまとめなんですけれども、Bitriseのフラッターのサポート、割と優秀だなというふうに感じておりまして、無料枠で使えるし、最初のワークフローでとりあえず動かすっていうところはできるので、初心者でもすぐできるかなっていう印象でした。で、先ほども申し上げたんですけれども、デフォルトのワークフロー周りはちょっと改良の余地あるかなと思っているのと、ちょっと不安定な時もあるかなって感じはするので、この辺まだまだ成長中のサービスだと思うので、今後期待していきたいなっていうふうに思っています。以上で LT 終わりにします。ご清聴ありがとうございました。はい。で、質問とかですよね。ありがとうございました。ご指摘ありがとうございました。伝えさせていただきますので。はい。ありがとうございます。質問あれば、また、チャットの方にお願いします。いけますかね。ちょっと待ってくださいね。大丈夫ですかね。あなたが言ってるのはわかるんですけど、ちょっと。コメント欄にでも質問答えれますので。その際に、後で質問来たときに、もし、よければ、チャットの方で答えていただければと思います。馬場さん、今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。続きまして、こちらも LT 枠でご参加していただいております、横山聡さんによります。フルリモート、新卒研修で配布環境を整えた話です。横山さん、お願いします。はい、見えてますでしょうか。大丈夫そうですかね。はい、大丈夫です。はい。じゃあ、発表していきます。よろしくお願いします。ごめんなさい。私、横山新と申します。よろしくお願いします。今回は、BitriseとStringとApp Distributionで配布するという題で、LT したいと思います。よろしくお願いします。簡単に自己紹介なんですけど、私、今年20卒で、新卒で入った都内で働く iOS エンジニアです。で、趣味がアイドルとか、特撮、ガンダムといったものがあるので、同じ趣味をお持ちの方は、後で声かけていただけたらなというふうに思ってます。そして、今回お話しする内容なんですが、タイトルにもある通り、新卒研修時に構築した配布環境ということです。私がやった新卒研修をさっくりとご紹介します。3週間のチーム開発でした。そして、成果物を最終的に共有できる形にしてくださいというお話だったんですが、この辺でシンキングフェーズが出てきます。ちなみに、参考までに昨年の配布方法は、研修会場で Mac を使って実機に直接インストールしていたのですが、今年はこんなご時世ですので、直接インストールすることはできません。しかし、メンターとか、人事の方に成果物を触っていただく必要があるので、配布環境が必要だろうというところに真っ先に思いつきましたと。そして、ここで現状を整理したいと思います。会社側で iOS の配布手段を用意しているかということについては NO です。そして、研修中に使える、会社として使っていいよっていうふうに許可されている CICD サービスは GitHub Actions のみでした。つまり10チーム以上あるんですけど、新卒のチームが。それらで枠の取り合いをするということになります。で、先ほどの2つの問題を踏まえまして、私は可能な限りFirestoreに任せるという方針を取りました。理由は2つありまして、配布手段がどのような形になっても対応できるようにしようということと、GitHub Actions であったり、iOSエンジニアたちからは、最初からBitriseという話が出てたんですけど、どちらになってもいいようにというところで、作ったことないけどやるしかないっていうのが当時の私のマインドです。そして1週間経ったくらいに、会社の人がしびれを切らしてBitrise使っていいですよっていうふうに OK が出ました。で、こちらが、最終的に作ったワークフローの写真を引っ張ってきました。2つレーンは作りました。開発用と配布用です。で、それぞれデベロップへのプルリクだったり、マスターへのプッシュあたりがトリガーです。で、時間短縮化という意味も込めて、開発ではテストはしますが、配布はしません。逆に配布の方ではテストはしないが配布をするといった形です。で、最終的に、ちゃんとファストレーンだったり、Bitriseの方からスラックに通知が来たりだとか、ビルド数も積もりに募って1ヶ月ぐらい、3週間ぐらいの研修だったんですけど、265とか6まで積もりに募って、すごく達成感がありましたというところで、個人的に詰まったポイントを何個か紹介したいなというふうに思ってます。iOS よくある話だと思うんですけど、証明書周りに非常に頭を悩ませました。抱えましたね。キーチェーン作るときに、クリエイトキーチェーンっていうファストレーンの、使うんですけど、その中でデフォルトキーチェーンを true にして作成したキーチェーンをBitrise上でのデフォルトにしますよっていうふうにしないといけなかったってことだったり、あとは、ファストレーン側で証明書を便利に、作成したり取得したりってするときにマッチっていうものがあるんですけど、その中でどのキーチェーンを使うのかっていうのを明示的に書かなきゃいけなかったなっていうのも詰まりポイントでした。あとBitriseに限った話をするのであれば、環境変数っていうところで、こんなような変数を用意してたんですけど、それぞれプルリクエストの時にも使用するのであれば、こちらのようなところを緑にしてオンにして、プルリクエスト時にも使うよっていうふうな設定が必要でした。一向にスラックに通知が来ないっていうので、すごく考えてました。で最後に、私の簡単な学びなんですけど、自分で一から作るっていうのはすっごく苦労したんですけど、プッシュして配布メールが届いたときっていうのはすごく感動しました。ベストプラクティスを目指して今後も頑張っていきたいなというふうに思ってます。で最後に、きっとこんなことが聞かれるかもしれないなと思って QA を書いてきたので、それら紹介して終わりにしたいと思います。Bitriseにしたの理由としては、ドキュメントが圧倒的に豊富だっていうところと、最悪手元のファーストファイルが使えなくても GUI でゴリゴリに作っていけるっていう自信があったからです。でワークフローが2つの理由については、デベロッパープランでは同時にできるビルドの数が2つなので最小限にしたかったっていう狙いがあります。時間ですが、開発と並行しながらだったので5日ぐらいなんとなくかかったかなと思ってます。で、今後はそうですね、Xcode ジェンとかエンジャーとかを絡めて、だとか、定期ビルドをしているだとか、高速化っていうのにも積極的に取り組んでいきたいなというふうに思っています。以上です。ありがとうございます。横山さん、ありがとうございました。質問等あれば、またお願いします。ちょっと、チャット機能の入力が不安定なところがあるそうなので、ちょっと申し訳ないですけど。ちょっとチャットが打ちづらかったりしますね。ごめんなさい。どうしよう。研修はというコメントが見えるんですが、研修は、作ったもの何ですかですかね。研修はですね、SNS サービスを模して作ってくださいというお題でした。大丈夫ですかね。はい。ありがとうございます。では、ありがとうございます。ありがとうございました。続きまして、岸川克美さんなんですが、ちょっともう少々お待ちください。最後に今日は特別枠として、岸川克美さんに発表していただきます。テーマはBitrise関連ではありませんが、Try Swift Worldのワークショップにて発表される UI コレクションビューコンポジショナルレイアウトで App Store アプリの UI を簡単に作ってみようをコンパクトな形にして紹介していただきます。では、勝見さん、よろしくお願いします。いきますかね。こんにちは。聞こえてますかね？これで。はい、大丈夫です。大丈夫そうですかね。ちょっと、わからないんですけど。ちょっと待ってくださいね。画面が共有されてない気がしますね。あ、まだ、はい、そうですね。もうスクリーンシェアリングですね。スクリーンシェアリングで。エンタイアスクリーンでいいかな。これで今、キーノートが見えてますか？はい、見えてます。キーノートが見えている。この状態でシミュレーター見えてますか？はい、見えてます。あ、じゃあ大丈夫ですね。じゃあ、お願いします。はい。岸川と申します。よろしくお願いします。お話があった通り、Bitriseの話ではないのですが、まず、あれですね。これが何なのかといういきさつから、Try Swift という、名前の通り、Swift 関連、iOS とか MacOS とかの話もあるんですけど、のカンファレンスが、あります。で、昨今の新型コロナウイルスの影響により、東京開催が、中止になってしまい、かつ、夏に、ニューヨークでの開催も予定してたんですけど、それもキャンセルになってしまったので、オンラインのイベントが今、オンラインのワークショップイベントというのをやってるんですね。で、多分ご存知の方多いと思うんですけど、ハッキングスイフトのポール・ハドソンさんとか、エリカさんとか、ダニエルさんとか、他にも、すごい、ためになるワークショップが、ほぼこれは毎日って感じですかね。ここ1ヶ月ぐらい開催されていて、で、私はその中でコレクションビューの話をしていて、で、今日の分はもうなくなっているんで、ここには載ってないんですけど、今日行った分は、本来ならこれ、$50、参加者の方が払って参加するという料金設定になっているんですけど、私の本日の分は、Bitrise のスポンサーについていただくことができたので、参加者の人はお金かからず無料で、参加することができるということになっています。で、その縁で、本日ちょっとお話しすることになりました。で、ワークショップ自体は、これは見た方が早いですね。App Store のアプリは、皆さん、iOS 使っている人だけなんですけど、ご存知だと思うんですけど、それのですね、UI、UI だけですね、APA とか、ネットワークリクエストとか、そういうのはないし、インタラクションも全然なくて、レイアウトを真似してるわけなんですけど、それを、iOS13 から新しく使える API である、コレクションビューコンポジションレイアウトというものを使ってやると、もうさっと、App Store の UI は結構、こんな形で、もうセクションごとに全然レイアウトの違う、セルがもうすごい、混ざって用意されるコレクションビューで、かつそれぞれのこのセクションは、さらに横スクロールが可能になっているという、普通に作ると、コレクションビューの上に、複数のスクロールビューないしはコレクションビューを載せて、作らなければいけないという構造になっているので、そういう作り方をすると、もうこれだけでもこのスクロールする部分が全部それぞれ独立した一つ一つのコレクションビューと考えると、4つか5つ、まあもっと、一番大元のコレクションビューを合わせて、5、6個のコレクションビューを一つの画面で管理しなければいけないのかみたいなことになってしまうんですけれども、まあ昔はそういうふうな実装を Apple もしていたということなんですが、iOS13 から使えるようになったコンボイショナルレイアウトを使うと、これがもう、まあ実際には当然複数のスクロールビューが生成されてるんですけど、プログラミングを、作る我々利用する側からすると、一つのコレクションビューだけを管理すればよくって、これを横にスクロールしてくれるとかっていうのは自動的にもうその APA に任せることができるという、夢のような、API です。ただまあ、なかなかまだ情報が少なくてですね、Apple のドキュメントまだ全然なくて、まだそんなにむちゃくちゃ活用されてるっていう感じもないので、今回ちょっとワークショップ形式ということで、まあいくら簡単に使えるすごい API といっても、やっぱりそれなりにハマりどころとか、これを使ってこれができるのかできないのかよくわからないみたいなことが起こるので、まあそういったハマりどころとか、普通に使ってるだけだとなかなかわからないベストプラクティクス的な、ノウハウみたいなものをちょっとこのワークショップでは伝えられるようにというので、まあこの App Store アプリ、まあみんな知っててそれなりに複雑な UI を持っているものというのを題材にして、まあ言ってみる感じです。まあ本当にこの、これぐらいのものだったらワークショップの時間内で2時間とか、まあ、もちろん、API を使うのに慣れてるっていう前提があるんですけど、その時間内全然作れる感じの、すごい UI を作るのが劇的に楽になるという、API ですね。まあなんか、他のデモとかを見るのが、まあ多分、もうちょっとデモを紹介すると、まあこんな感じのやつとかが、本当にこういう全然点でバラバラのレイアウトが混ざってみたいなのも作ることができて、さっきの横スクロールみたいなものは、こんな形である程度ページングしたり、このグループのセントでパシッと止まったり、今度はセンタリングされるとかみたいなものが、まあ、できるようになってからすごい気を使った感じになってますね。まあこういうのもさっと作れて、もっと謎のレイアウトだともう縦横無尽に縦横が、スクロールできるものとか、これはもう縦横どっちでもこんな感じでいけるっていうやつですね。まあこんなものが、作ってしまうというものです。で、まあ2時間のワークショップなので、これからはちょっとエッセンス、ワークショップ何をしたかってエッセンスと、あとはまあせっかくなので、このワークショップの中で、ワークショップを通じて伝えようとしたらちょっとハマりどころとか、これを知っておくといろいろ楽になるので、ノウハウのところだけをちょっとかいつまんでご説明いたします。で、まあちょっと、全く何も知らない感じだと、全然ピンとこないと思うので、一応どういうものかというと、その、まあ、コレクションビューの、今までは、さっきみたいなコレクションビューを使って、すごい複雑なレイアウトを作ろうとすると、まあ、レイアウトクラスっていうものをカスタマイズして作る、まあ、しかなかったわけじゃないですけど、まあ、それをもう本当にコレクションビューの上にもう1個コレクションビューを載せて、まあ、さらにコレクションビューを載せてみたいな感じで、複数のコレクションビューとかスクロールビューを駆使して、なんとか、すごい複雑な動きを実現するみたいなことが必要だったんですけれども、それがすごい簡単な方法で、シンプルな方法でできるようになったというものです。で、ここに書いてある通りですね、レイアウトをこのセクション、グループ、アイテムという概念に分けまして、で、例えばこういう画面だったら、一番外側の単位がセクションで、それに、グループとアイテムっていうのをこう組み合わせていけるというものになっています。これはすごい、ただ行が縦に並んでいるだけなので、グループとアイテムが1つずつあるというシンプルなものなんですけども、こんな感じの、このさっきみたいに横スクロールする、複数の行が横スクロールするみたいなレイアウトを作ろうとすると、このような感じで1つのグループの中に縦に並んだアイテムが持っている、それがさらに横方向に進んでいくみたいな、こういう枠を作ります。で、最終的にその個別のレイアウトを組み合わせて1つのレイアウトに作り上げることができて、そのによって複雑なレイアウトが実現できると。で、複雑なレイアウトが実現できるんですけど、一つ一つのはすごいシンプルな組み合わせで作れるので、どんだけ複雑になっても、実現したいものが複雑になっても、コードベースは一定のシンプルさをずっと健全さを保っていけるみたいな、すごい便利な API になっています。で、まあ、そういうふうにさっき枠を作るみたいな、例えば、実際に作ったもので言うと、まあ、こんな感じの写真を並べて、一つの大きいものとか、横に並んでるものとか、ちょっと互い違いになってるものとか、こういう混ざったレイアウトとかを、まあ、ゼロから自分で作っていくとなると結構大変だと思うんですけど、まあ、これも結構使い方にも慣れていれば、なるほど、こんな形のレイアウトを設計して、あとはただデータを流し込めばこういう風になるんだなっていう感じでできてしまうし、まあ、慣れていれば、もうこういうのを作らなければってことになっても、全然こう、半日とかですっと対応できる感じになります。まあ、こういう感じのものでも、あ、これだったら意外ともうシンプルですねと。まあ、横スクロールの単位がセクションになるんで、この場合は、まあ、セクションどうしても2つ必要なので、こういうデータ構造にしなきゃいけませんねみたいな気を使う必要が出てくるんですけれども、まあ、そういうのも、分かっていれば作れるみたいなことをちょっとお伝えしてたのがワークショップの内容です。で、まあ、ちょうど昨日、同じく、なんかコレクションビューのコンポーネントのレイアウトで、まあ、自動サイジングの話があったんですけど、まあ、コレクションビューの自動サイジングが結構どこでも使えるようになったっていうのも大きな特徴ですね。今までは、フローレイアウトのかつ一部でしか、オートサイジングは自動でセルの大きさを計算するというのはできなかったんですけど、まあ、それができるようになった。ただしちょっと癖があって、それが効く場合と効かない場合っていうのが結構起こるんですね。で、それはなんでかっていうと、もう自動サイジングをするって設定したら、その方向は全部自動にしなきゃいけないんですね。だから、例えばこれで縦がラベルのサイズとかによって、自動的に伸長するんであれば、この縦方向は全部その自動サイジングにするっていう設定を入れてこなきゃいけないんですよね。っていうのを説明しているのがこのスライドなんですけど、それがこのエスティメイトってやつですね。だから縦方向はこの全部、縦方向つまりハイドなんですけど、これはエスティメイテッド、エスティメイテッド、エスティメイテッドって全部こうなってないと自動サイジングが効かないという挙動を示します。これの途中がどこかで固定サイズが入ったり、固定サイズが入るような記述になっていると、そこのエスティメイテッドの連鎖が止まってしまって、そこで決まった値のところに固定されるんで、自動伸長しないみたいな、その辺はちょっとハマりどころですね、みたいな話を、このパーツを作るところに来たタイミングで、学ぶことができるみたいな感じですね。まあ、っていうのを、まあ、そんな感じで、まあ、こうやって、まあ、こういう画面を作りますよと。で、このようにやっていきます。で、あらかじめスタータープロジェクトというのを、まあ、配っていて、まあ、穴埋めするような穴埋めみたいになっているので、これですね、ステップ3、ステップ4っていう感じで、対応するところがコメントで問題になっているので、まあ、ここにコードを、参加者の人は追加していくと、まあ、最終的に、このようなアプリケーションがビルドできるようになるという、そういった、ワークショップになっています。まあ、初めに全体をこう説明して、まあ、次、この画面のここを作りますよ。次はここですよと。で、もう一つのタブのこの画面をやって、まあ、このように書きます。っていうことを、まあ、大体、説明の時間を除いて、まあ、1時間半ぐらいでやるっていう感じですね。で、まあ、そうですね。なんだろう。大体もうこれで。話し終えましたかね。ああ、そうだそうだ。あとはまあ、もうこれはすごい細かいコレクションビュー、コンポジションのレイアウトの話になっちゃうんですけど、まあさっきのちょっと、エスティメーターとは効かない問題の話にもつながるんですけど、このまあグループの指定の仕方っていうのはやり方が2種類あって、ちょっとドキュメントが少ないんで、普通に使ってるどうしてもまあサンプルコードに見た、方法っていうのを結構ずっと使いがちで、最初に見たサンプルコードが何かによって、まあ、すり込みみたいな感じで、最初に見たサンプルコードのやり方を多分、ほとんどの人はずっと使い続けるみたいな話、やり方に多分なると思うんですよね。ただまあ、で、どっちのメソッドを使っても、なんか大体似たような書き方で、大体似たような結果が生まれ、ほとんどの場合起こるみたいなところで、どう違うのっていうのがこう分かりにくくてですよね。ただまあ、それもちゃんと違いがあって、もちろん。で、それぞれの使い分けっていう、どういう場合にどう使い分けるかっていうのが存在するので、まあそういうところ、この辺の分かりにくい、このメソッドとこのメソッドどう違うのみたいなところを、まあ、ちょっとポイントで説明してる感じです。で、例えばここで言うと、さっきのこのアップスターの例の、ここか。まあ、このオレンジのセルの画像がある部分ですね。これとかは、この枠の中に3つローが入るというのが決まっていて、この3つの行が、こっちか、スクロールするっていうふうになっていて、まあ、足りないものは上、場合は上から順に埋まるっていう感じなんですけど、まあ、必ず3つ入って、かつ、マージンがそれぞれ均等に入るっていうのなんですね。で、これを割合で示そうとすると結構難しくて、なぜならば、割合だと3等分だから 33% すると、で、33% で、3つある場合は、マージンが2つだから、33% それぞれ 3% ぐらいにして、マージンはそれぞれ 5% ずつぐらいかなと。じゃあ2個しかない場合はとか、1個で割る場合は、じゃあ割合はどうなるんですかみたいな話になったり、この画面のサイズがもっと縦に短くなったら、割合はどう変化するんですかみたいなところは結構難しいんですよね。で、そういう考え方ので作るメソッドは、API のあるんですけど、そういうじゃない API っていうのがあってっていうのが、その、似たような API があるけど、どっち使うのっていうのの違い、まさに違いで。で、例えば、このグループを作るメソッドは、そんな感じで2種類、メソッドが用意されていて、で、この、もう1種類の方は、さっき言ったみたいな、こういう均等割り付けの時に、個数を指定するパラメータができて、この個数なんだろうっていうのをなかなかわかんないんですけど、こういう均等割り付け、3つ入って、一旦3つを入れてから余った余白をこの間に割り振るみたいなことをしてくれるのはこのメソッドなんですね。なので、まあそういう3等分とか4等分みたいなものを入れたい場合はこっちの方を使った方が、細かい割合とかを自分で考える必要がないので、こういう均等割り付けの割合の配分はそんなにスッといかないものですけど、それがこうスッとこれだけで、3っていうふうにパラメータを指定するだけでできてしまうみたいな、まあ便利なものもありますよ、など、そういったことを、まあ、ちょっとワークショップで説明しました。っていうのを、オンラインで Try Swift World というものでやっていて、まあもちろん全編英語なんですけれども、多分いろいろ勉強になると思うし、まあ時差があって、意外と日本だったら深夜だったりとか、朝早い、早朝だったりの、まあでもこの5時からみたいなのもありますね。このアナスタシアさんのセキュリティの話は、まあ私もおすすめです。なんか聞いてみるといいんじゃないかと思います。みたいな感じで、こういうことをやっているので、皆さん興味があれば参加してみてはいかがでしょうか。取り留めもない話にちょっとなりましたが、以上になります。ありがとうございました。ありがとうございました。厚見さん、ありがとうございました。はい、終わりです。どうですかね。何か質問等あれば、そうですね。拍手が多いですね。ありがとうございます。お、横スクロールを。ああ、なるほど、なるほど。無限スクロールが可能かというと、で、結構これはいい質問な気がしますね。そういう意味で言うと、まずコレクションビュー自体で言うと、無限スクロールは可能で、ですね。ただ、さっきのコレクションビュー、コレクションレイアウトで、自動的に作成される横スクロールの部分で無限スクロールができるかというと、できるかできないで言うと、まあできるですけど、結構ハックをしなければいけなくなってしまうので、そういう要件があるんだったら多分、コンボジショナルレイアウトじゃなくて、コレクションビューの上にスクロールビューないしはコレクションビューを載せるという多分旧来の方法の方が、うまくできるんじゃないかと思います。っていうのも、自動的にマネジメントされるスクロールビューに関しては、スクロールの位置とかっていうのを監視をすることができないので、いわゆる無限スクロールっていうのは、端に来たら、前のループするデータをこう移動させていく、ないしは、端に来たら新しいデータを読み込むみたいなことで実現されるので、まあ、端に来たらとか、スクロールのこの位置になったら中央に戻すみたいなことをしなきゃいけないので、まあ、スクロール位置の監視がどうしても必要になるんですけど、縦のメインが縦で自動的に追加された横スクロールの部分にはそういう監視が設定できないんで、まあ、ちょっと簡単ではないという結論になります。ありがとうございます。大丈夫ですね。はい、岸川さん、今日はありがとうございました。こちらこそありがとうございました。皆様お楽しみいただけましたでしょうか。本日のトークは以上となります。今回ご協力いただいた池内さん、馬場さん、横山さん、岸川さんにもう一度チャットにて拍手をお願いいたします。終わりの時間が近づいてまいりました。次回のミートアップは7月2日の同じく木曜日の夜7時からを予定しております。多くの方にご来場していただきたく思っておりますので、ぜひ次回のご参加もお待ちしております。スピーカーでのご協力もお待ちしておりますので、よろしくお願いします。では、皆様ありがとうございました。